通行って、11時にとりあえず今南コースに来てもらったんですが、これはい、ランエンボの6の取り巻き仕様乗ったことある？ないですね、基本的に。とりあえずこれ4駆だし、まあめったにね、ノーマルの4駆でサーキット走るっていう機会ないと思うけど、ゼロですね。とりあえずこの南コースまず、はい、どんな感じか走ってきてよ。はい、わかりました、勉強させてもらいます。何にも FF セダンベースの4駆にターボエンジンというフォーミュラとは対極にあるマシンをどう乗りこなすのか。対決はワンラップ計測の一発勝負だ。予想以上にスムーズなドライビングで 1,2 コーナーをクリア。次の複合コーナーは、うわんなー、荷重変動の起きやすい下りの 25R はどうだ。インにつけません。おたけびを上げながら1分0秒30をマーク。これ今下手くそなんじゃなしに、今はアンダーを出して先輩が乗る前のタイヤを潰し作戦です。これ、おお面白い。これブレーキ突っ込みすぎて、いやもうドアンダー全然 OK。 嘘、バトル OK。 今までに全然こう感じたことのない車で、うん、乗ってて楽しいです。行ってまいります。脇坂選手のタイヤいじめ作戦は成功するのか。 BM キャスターの意地をかけてはっちゃんがアタック。結構攻めてるはっちゃん、複合の姿勢もいい感じと思ったんですが、おーやってもた、やってもた、やってもた。気を取り直して下りの 25R ではフリップをキープ。試験を抜けてさあ最終コーナー。あーついてない、クリップつけない。2箇所ミスったはっちゃん、脇坂のタイムを破れるのか。わずか100分の1秒差で負け。負けたよ。やっぱりタイヤのやっつけててよかったと思う。やっつけてなかったらもうやられてました。いやけどね、最初に乗った方が全然いいですね。じゃなくてね、いっぱいね、自分がミスしてるから、そういう意味じゃそのタイヤどうのこうのじゃなくてダメやったよ。 BM キャスター惜しくも敗退。ここで隠し玉、ランエボ使い中谷キャスターの登場だ。じゃあちょっと今タイヤ前後入れ替えるから少し時間を頂戴したいと思います。というわけで傷んだタイヤを前後入れ替え、まあ、あの AYC の使い方とかあるんで、まあ、ちょっとやってみてアドバイスできることあったらします。マイスター中谷、究極のランエボドライビング。ここは結構 AYC がこう切り出していくと効くんだよね。2人がアンダーに苦しんだ複合も姿勢を整えアクセロン、うまく S 字につなげた。下り 25R ではクリップを奥に取って立ち上がりを重視。今のクラクションはなんか、最終もクリップについてノーミス。ただ一人1分を切った。こんな短いので5秒ででかいですよね。だから筑波とか1秒ぐらいで楽に違うもん。本当はこういう風に乗りたかったんだけど、今ね一瞬ねやっぱり負けちゃまずいかなと思って少し丁寧に走りすぎて、まあ、2周目の方があの結構姿勢的にも本来のライボンの姿勢になってたと思うんだけど、僕が見てて、うん、僕なんかよりも
立ち上がりリアが出てないんですよね。その辺のコントロールが全然分からなくて、そうそうそう、多分踏みすぎてるんだと思うんですよ。すごく車はスタビリティ高いんで踏めちゃうって思うでしょ。で実はそれ全部踏んじゃわないで少し AYC が利く部分を残していてやって、で向きを、まあ、あとで辞書引きますコーナーリング中ちょっと車がこう向こうとしてるところがあるんです。それそのことですよね。そうそうそう、その時にバーンと踏んじゃうと、はい、それ使い切っちゃうかな。まあでもうまいよ。ありがとうございます。こういうあの電子装置だと理解して、それに今度自分のそういった操作を合わせられるような乗りこなせるようになると思います。 BM キャスター対全日本ドライバーの番外対決、勇気とセンスを試すチキンレースで勝負。まずは脇坂対服部スタート。加速ははっちゃんがリード。どっちが先に止まれるのか。うわ全然あげませんわ。はい、見て見て、辛い位置辛い位置、完璧。 GT だとあのぐらいの感覚で止まるんです。これがノーマルカーだったんで止まらない。